시 초부터 나카이니 토탈 시이마테 호이쇼와 비쿠이시마 시 초부터와 나카이 이타체 츠츠크다 소시테 야토 시즈카나 사키노 호나이타 스바라시 비와테시타 고쇼진 사모모 大変よかったとたいいました。あしたからもういたか。毎晩ビワを押せてくだいつつ。あしたも同じ時間のここに来てください。それからご主人様のここに泊まっているおろは誰にも言わ行きません。法医師は、アレクトコーテマスター、とお礼を吐いて、また武士の後についてタラに止まった。法医師はタラに届か。もうすぐおろく戦う。中止くんうる。ほいしはでかいとこで、ひかすかん。月のしか毎晩、武士はほいし連れていた。ほいしは同じ場所で病を医師倒した。ほいしはだんだん元気がなくた。顔色も悪くかった。休止はそんな方針を見て。どうしたんだろう？と、不思議に申し、思った。ある晩、方針はいない家行こうにいた。朝にな方針は会員あると、休止中は法医師を呼んだ。法医師、どこへ行ったいだ？目の見えの人々よろ。どうして私と、でんでんいたん、どこへ行ったいだ？ごめんなさい。どうしても行かにならない。法医師はそう答え。しかし、出かけたいには言わなかった。重心君は法医師は理由を言わないの驚いた。どうもおかしい。何か良くない答えがある。重心科は、法医師の言葉にとても心配になった。そこで、寺を解く。寺で働いている男。法医師はまたを、あたく、どこへ行くか、見てこいと言った。その夜も法医師は寺を、あたいた。たらおといか、ほいしのおろしの、るいていた。しかし、すぐにほいしは見えなくなってしまった。変だなら、ほいしは見のいないほい。早く、あろこない、そろこない、すぐに目に、どこへ行ってしまったんだろう。忠雄老師は、いろいろな頃の、しかし、法医師はどこにいなくて、困って倦怠だ。寺の帽子か、琵琶の子、寺をそばにいた。武士の法医師は一人で、
そうはていた。ほういしは、ビラをへんて、大きな段の段のたたいかいのなしをうたていた。はかねん、へんがいつか。それは、幽霊の犬の大にびだった。大石さん、大石さん。寺を通った石は、ケラン島へ呼んだ。大石は、寺を通した。耳の交代と、大石は一緒にすぐ帰りましょう。こう言った。それの大石はいた。大きな声でたたさえないて、ビオを本意て、テレオトシは、イヤーの大石は、スレンテ、テラニケツ、そし、そして、ほう一に、新しい小物を、検査た、食べさせた。